宇宙は私たちにとって無限に広がる謎に包まれた存在です。幾多の星が輝き、銀河が存在し、地球が回転しているのを観察できますが、これらの現象がどのようにして生まれ進化してきたのかは長らく不明でした。宇宙の始まりに関する最も基本的な問いの一つは、宇宙はどのようにして誕生したのかです。この問いに答えるために科学者たちは数世紀にわたり観測、実験、理論の発展を通じて宇宙論の研究を続けてきました。そして20世紀初頭にビッグバン理論が提唱され、宇宙の起源と進化についての新しい枠組みが生まれました。ビッグバン理論は、宇宙が約138億年前に特異点から誕生したという仮説に基づいています。特異点は物理法則が通用しない極めて高温高密度の状態を指します。この特異点からのビッグバンは、空間自体が急激に膨張し宇宙の始まりを切り開いたと考えられています。ビッグバンの具体的な原因についてはまだはっきりとは分かっていません。ビッグバンの瞬間自体を説明するためには、現在の物理学の枠組みでは不足している可能性があります。ただしビッグバンの原因についての仮説がいくつか存在します。一つの仮説は、宇宙が無限に続くのではなく、無限の小さな宇宙が連続して生まれ変わっているというものです。これによりビッグバンが何度も繰り返され、私たちの宇宙がその一部である可能性が考えられています。次に、宇宙が多次元の中で存在し、異なる宇宙がブレーンと呼ばれる平行宇宙と接触することでビッグバンが起こるとする仮説です。しかしこれも実証的な証拠はまだありません。そしてアインシュタインの一般相対性理論に基づく宇宙定数がビッグバンの原因と関連している可能性があります。宇宙定数は宇宙の膨張を加速させる役割を果たすと考えられていますが、その正確な起源についてはまだ謎に包まれています。特異点の前の状態やビッグバンの原因については今後の研究が必要です。しかしビッグバン理論は、宇宙が特異点から始まりそれ以降膨張を続けているという基本的な考え方に基づいています。ビッグバンが起こると宇宙は急速に膨張し始めました。初期の宇宙は非常に高温で、エネルギーの密度が非常に高い状態でした。この高温の状態では素粒子や放射線が支配的で、宇宙の成り立ちが微細なスケールで進行していました。時間の経過とともに宇宙は冷却しました。そして約38万年後には最初の原子核が形成されました。これは水素とヘリウムの原子核からなり、宇宙の初期物質の主要な構成要素となりました。この段階では宇宙はまだ非常に均一で、星や銀河は存在していませんでした。ビッグバンの証拠の一つとして、宇宙マイクロ波背景放射が挙げられます。これは宇宙全体に均等に存在する微弱な放射エネルギーで、ビッグバンから約38万年後に放射されたものと考えられています。この放射は宇宙の初期状態についての理解を深めるのに役立っています。宇宙マイクロ波背景放射は1965年にアメリカの天文学者アーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって偶然発見されました。彼らはこの微弱な放射が宇宙のどの方向からも均等に来ることを観測し、これがビッグバンの証拠であることを示唆しました。宇宙は膨張し続け、温度が下がるにつれて原子核がさらに複雑な構造を形成しました。原子核は電子が結合して原子を形成し、これらの原子は分子として結合し、さらに大きな構造体を形成しました。重力の影響も大きく、物質は集まり星や銀河が形成されました。これらの銀河は宇宙の大規模な構造を作り出し、我々の銀河系もその一部です。地球や太陽も
銀河系内に位置しています。宇宙の構造形成は重力の力と物質の分布によって決定されます。宇宙の大規模な模様や銀河団、銀河団環空間など、宇宙の多様なスケールでの構造が観察されています。ビッグバン理論において宇宙の構造形成における重要な要因の一つは、ダークマター暗黒物質とダークエネルギー暗黒エネルギーです。ダークマターは宇宙の中に存在する見えない物質の一種です。名前の通り観測できないため、ダーク暗黒と呼ばれています。ダークマターは次のような特徴を持っています。ダークマターは電磁波で観測できないため、私たちの通常の望遠鏡や検出器で直接観察することはできません。その存在は重力効果から間接的に推定されています。ダークマターは銀河や銀河団の質量に影響を与え、それらを束ねるような役割を果たしています。銀河の回転速度や銀河団の形成などの観測結果から、ダークマターの存在が確認されています。ダークマターは通常の物質、原子や分子などとは異なり、電磁力を介した相互作用を持ちません。これはなぜ観測できないのかの一因です。実は宇宙全体の約 27% がダークマターで構成されていると考えられています。通常の物質である原子や分子は宇宙全体のわずか 5% に過ぎません。ダークマターの正体はまだ解明されていませんが、宇宙の大規模構造や銀河の運動に与える影響が観測によって確かめられており、その存在は宇宙物理学における重要な未解決問題の一つです。ダークエネルギーもまた宇宙の謎の要素で、ダークマターとは異なる性質を持っています。ダークエネルギーについては次のような特徴があります。ダークエネルギーは宇宙の膨張を加速させる力を持っています。これは宇宙がどんどん広がっていることを示す観測結果から導かれました。通常の物質では説明できない膨張の速さを説明するために、ダークエネルギーの存在が仮定されています。ダークエネルギーは通常の物質が引力で引き寄せ合うのとは対照的に、宇宙を拡張させる反重力のような性質を持っていると考えられています。宇宙全体の約 68% がダークエネルギーで構成されているとされています。つまり通常の物質やダークマターを大きく上回る存在です。ダークエネルギーの正体についても未だ解明されていません。宇宙の膨張を加速させるこの謎の力は宇宙の進化に重要な影響を与え、宇宙の未来についても大きな影響を持つと考えられています。ダークマターとダークエネルギーは宇宙の大きな謎の一つです。ダークマターは宇宙の質量を占め、重力を介して銀河や銀河団を形成しますが、見えないため直接観測することはできません。一方、ダークエネルギーは宇宙の膨張を加速させる謎のエネルギーであり、通常の物質とは異なる性質を持っています。これらの謎の要素についての研究は宇宙物理学の最前線で行われており、私たちの宇宙の本質を理解するために重要です。しかしその正体を解明するためにはさらなる研究と観測が必要です。ビッグバン理論は宇宙の始まりと進化についての最も支持される科学的理論の一つです。この理論によって宇宙が特異点から始まり、それ以降膨張を続けているという基本的な概念が提示されています。しかし特異点の前の状態やビッグバンの原因、ダークマターやダークエネルギーの正体など未解決の謎も多く残されています。宇宙論は科学の進化と技術の発展により今後さらに進化していくでしょう。新たな観測データや理論の発展により、宇宙の始まりと進化に関する謎が一つ一つ解かれていくことでしょう。宇宙の不思議さと奥深さを探求し、
私たちの宇宙についての知識をさらに深める旅は続きます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。